柿。柿、柿、霊、柿、霊、押したは、ウグイスがいもく、いたぼがきかと、べっこう科に属する二枚貝の総称、あるいはカキ目もしくは柿上下に属する種の総称。海の岩から柿を落とすことから、カキという名がついたと言われる。古くから、世界各地の沿岸地域で、食用、薬品や化粧品、建材、貝殻として利用されている。 なお英語で柿を指すという語は日本語の柿よりも講義に使われ岩などに着生する2枚以外のうち形がやや不定型で表面が滑らかでないものであればすべてが含まれる日本では柿とは呼ばないアコヤ貝類をパールオイスターというほか、海菊カやかなり遠藤生きくざるカの貝類もオイスターと呼ばれることがあるため必ずしもオイスターイコール柿ではない 主に炭酸塩鉱物の崩解石からなる殻を持つ。食用にされるマガキや岩ガキなどの大型種がよく知られるが、食用にされない中型から小型の種も多い。どの種類も岩や他の貝の殻など、硬質の基板に着生するのが普通であるが、付着する物質は必ずしも岩である必要はなく小さな岩型や他の貝殻も利用される。泥底にも対応する。船にとって、 船底に着生して抵抗となる固着動物は大敵であるが、カキもその代表的な生物である。マガキは干潮時には水面上に露出する場所に住む場合も多く、体内にグリコーゲンを多く蓄えているため、他の貝と違って水がないところでも一週間程度は生存する。また、着生してからはほとんど動かないため、筋肉が退化し内臓がほとんどを占めている。 約2億9 5 0 0万年前から始まるペルム期には、出現し産三気期には、生息範囲を広げた。浅い海に多く、極地を除き、全世界に分布する。地に大規模に密集した、ロート状の下気症の化石が出土することもある。着生した基盤に従って成長するためからの形が、一定せず、波の当たり具合などの環境によっても型が変化するため、外見による分類が難しく、 野外では、属さえも判別できないこともあって、いまだに分が混乱しているため、DNA 解析による分類がなされつつある。死有動体の種と死有遺体の種があり、マガキでは死有遺体であるが生殖時期が終了すると一度、中性になり、その後の栄養状態が良いとメスになり、悪いとオスになるとされている。殻から年齢を推定する信頼できる方法がない。 ため年間の成長速度は不明。産卵後に親飼いのエラの中で卵がとどまる種、例えば、とすぐに海中を漂う種があるが、受精から1日で殻が作られる。受精卵はすぐに分割が始まりトロコフォア養成、ベリジャー養成、D 型養成器、暗ボキ、成熟養成器の間の2週間から5週間程度海中を、漂い 0.3mm 程度の大きさになると、 左柄を下にして、付着、固着する。なお海中浮遊器の長さは、種と水温によって異なる。柿の中でもマガキ族は、世界的に、食用目的での養殖が、最も多い二枚貝である。主な養殖方法は、海中にぶら下げる方法、イカダスイカとある程度育った貝を海底に巻く方法、地巻狩り。古代ローマ時代は地巻による方法で行われたが、 現在の日本では海中にぶら下げる方法が主流となっている。現在の養殖の方法は、カキの妖精が浮遊し始める夏の初めに、ホタテの貝殻を海中に吊るすと妖精が貝殻に付着するので、あとは餌が豊富な場所に放っておくだけというものである。野生のものは餌が少ない波な消しブロックや磯などに付着するため、総じて養殖物の,の方が身が大きくて味も良い。 欧米では、種柿を、原盤。フランス語では、クペールという毛状の円盤で採取するが、ある程度大きくなるとそれから外して、網かごに入れて、緩慢の差が大きい場所の棚に置くか、干潟にばらまいて育成する。この方式は、ホタテ貝で、種柿を海中に付けっぱなしにしておく日本の方式。よもみが大きくなりやすい。柿養殖に関しては、英語版も、参照のこと。 天然岩垣では岩盤やコンクリート製波消しブロックなどの人工構造物に付着した貝を漁獲することもあるが貝の産卵再生期を過ぎた後に海中の岩盤やブロックの表面を清掃することで違いの負を増加させ漁獲量を増加させる方法も行われる。記の餌となる植物プランクトンを増やすため栄養塩が湾に流れ込む川の上流の植林なども 行われている。多くの種は東アジアに生息し、ヨーロッパと北、アメリカに生息するのは一種である。なお、ヨーロッパに生息するマガキ族は16世紀貿易船による人移入と考えられている。食用としての歴史は非常に長く世界中で食され、人類が親しんできた貝の一つである。グリコーゲンのほか、必須アミノ酸をすべて含む。 タンパク質やカルシウム、亜鉛などのミネラル類をはじめ、様々な栄養素が多量に含まれるため、海のミルクと呼ばれる。カキフライのような揚げ物や、鍋物の具にして、食べたり、新鮮なものは、網焼きや生で食す。一般的に魚介の生食を嫌う、欧米食文化圏において、カキは、例外的に生食文化が発達した食材であり、古代ローマ時代から珍重され、 養殖も行われていた。生蠣はフランス料理におけるオードブルとなっている。ナポレオン、バルザック、ビスマルクなどが柿の愛好家であったことが知られている。また、北アメリカのフランス系カナダ人やケージャンの食文化でも生殖される。ニューオーリンズなどのケージャン文化圏の観光地では生蠣が名物料理の一つであり、生蠣をメニューの中心に据える。 オイスターバーと呼ばれるレストランもそれらの土地では珍しくない。日本では縄文時代頃から食用されていたとされ、多くの貝塚から殻が発見されており、ハマグリに次いで多く食べられていたと考えられている。室町時代頃には養殖も行われるようになったという。大阪では明治時代まで広島から来る柿船が土砂堀、道島、道頓堀などで戦場での行商を行い、 万秋の風物詩となっていた。かつては、広島や東北などの産地から、消費地まで輸送するのに時間がかかったため、日本では、カキの生殖は、産地以外では一般化せず、もっぱらすじめや、加熱調理で食された。日本人では、武田信玄や雷山陽などがカキの愛好家であった、ことが知られている。日本人がカキを生で食べるようになったのは、 欧米の食文化が流入した明治時代以降であり、生食文化が欧米から輸入された珍しい食材である。実際の栄養価は生育環境、生育海域、品種などで異なるため記載されている値は代表値である。古くから食べられてきた牡蠣であるが、その一方で当たる食品、食材としても知られている。牡蠣の食中毒が注目されるのは、 非加熱状態で食べられる機会が多いことと関係している。貝の実を食べることに関して、アサリやハマグリ、シジミ、サザイなどは加熱してから、丸のまま、ホタテは貝柱で生で食べることはあるにしても、丸ごとでは焼いたり茹でたりしてから食べ、青ヤギの小柱は軍艦巻きなどにしたり、下の部分は湯振りしてから食べるのが基本等々だが、カキに関しては、 調理方法や食べ方については生食のケースが多いため十分注意する必要がある。現代の日本国内で流通している生食用のカキは食中毒を極力回避するために生産、流通段階でいくつかの対策が取られている。例えば生食用として販売されるカキには加工基準が設けられ、カキそのものを対象として規格基準が設けられている。 さらに、保存基準、表示基準も規定されている。具体的には、加工基準としては、食品衛生法あるいは厚生労働省通知に、基づきのどちらかであることが規定されている。また、規格基準としては、細菌数、E コライ、大腸菌最い方数、V ペラ余り高す、腸炎ビブリオ最い方数も規定されている。これらに加えさらに厳しい指導基準を、 各生産地域が設けている場合もある。なお、生殖用滑機の蒸気加工基準を満たすために、紫外線殺菌された海水中や人工海水などを十分に循環させた環境下で絶食状態として数日間飼育される場合がある。この場合、海表面や海外部に取り込まれた細菌の大部分を海外から排出させほぼ無菌状態になることとは、 引き換えに同様の処理がされていないものに比べ身が痩せてしまうこともあるので、加熱処理用のものよりも味が劣ることがある。現代において、食中毒症状を引き起こす原因としては、解毒、細菌、腸炎ビブリオ、大腸菌など、とウイルス、特にノロウイルスがよく知られているが、どの原因も、生育環境、海水に由来するものであり、二枚貝特有の、 節字行動などによって海内部、特に消化器官、中腸腺などに取り込まれ濃縮されるものである。海毒以外の食中毒の予防のために留意すべきことはという点である。海毒は貝が捕食する海水中の有毒プランクトンを蓄積したものである。対策として生育海水中の植物プランクトンの種類及び貝に含まれる毒が定期的に検査されている。 参照、マウスユニット。有毒プランクトンの発生しやすい時期は3月から5月。広島県立総合技術研究所の研究によれば、露過海水中で一定期間飼育することで、毒の量を規制地以下に減毒できるとしている。最近は、海水中に常時一定数存在するものであり、ごく少量であれば食中毒症状を引き起こすことはない。しかし、 気候や水質、保存方法などによっては、細菌が大量に増殖することもあり、生殖する際には注意が必要である。なお、現代の日本国内の生殖用下器の場合は、常実のように流通段階では十分な対策が取られているが、実際には、食中毒原因菌である、腸炎ビブリオ、黄色ブドウ球菌、糞便性大腸菌群が検出されることがあり、 残った少量の細菌を増殖させてしまうような環境で保存するこの方が危険であると指摘されている。産卵期には、カキは清掃と卵巣が非常に増大し、食用とはならない。一般にカキとして認識されているマガキの場合は、グリコーゲン含料が増える秋引く冬にかけてが、旬とされており、英名に R のつかない月、すなわちメイ、ジューン、ジュオーガストの後、 6,7,8月は産卵期であり、食用には適さないとされている。ただし、春から夏に旬を迎える岩ガキと呼ばれる種類のガキもあり、それぞれ養殖も盛んであることからマガキに限らないならば通年食べることができる。また、産地によっては水温などの条件により旬が変わることもある。本来は冬が旬であるが、大型で夏でも生殖層が発達しない。 三倍体、カキも開発され、市場に出ている。イギリスで開催されるカキのお祭り、ウィツタブルオイスターフェスティバルに使われるカキも、イギリスで養殖された、日本のマガキで開催されるのも夏である。カキの養殖により、通年カキが手に入るため、アールのつかない月は、カキを食べないという習慣は、英語圏で消えつつある。カキの殻の表面は、 カミソリの葉のように薄いものが重なっており、生殖の際には軍手などの手袋を用いないと、手のひらに無数の傷がつく。網焼きや生殖では、身だけでなく汁もともに吸う。多くの人は、カキの身に飲み栄養があると考えているが、身が浸されている殻の中の海水を含む汁にも、多くの栄養素が含まれていることが知られていい。カキの独特の風味は、 貝類の内臓の味であるということを日本テレビの科学番組ところさんの目が点で検証しており、ここではハマグリの内臓を寄せ集めて作った柿フライもどきが本物得がつかないことを20人中18人が騙されたという結果で示した。冷めた柿の調理品を電子レンジで温める際は温めている途中で破裂する恐れがあるため、あらかじめラップでくるんだり、 牡蠣に切れ込みを入れたりした方が良い。貝殻は、レ霊と言い,い、焼成してから粉砕した粉は、日本薬局法に、墓霊を呼び、レ霊松として、記載の木薬である。レ霊の歴史は古く梁の刀工形が、新納本蔵業を修呈した、新納本蔵市中に集裁されている。現在市販されているものは、間書きの左柄が普通である。レ霊松は、 炭酸カルシウムが主成分でリン酸塩、を多マグネシウム、アルミニウム、経酸耳を酸化鉄などを含有する。処方例としてアンナカ酸、経子化隆骨化ウコツカキユ、サイコ化隆骨化キウなどに使われる。また農薬として長期的に使用すると除草効果、雑草の根入りが悪くなるがあるとされる。薬理作用として柿肉には血糖低下、柿見エキス、 免疫増強作用、中性多糖類、柿生産などの作用があるとされる。薬用以外には天然炭酸カルシウムとして、あるいは摂取鮮度程度に調整すると柿媒などとも呼ばれる。酸化カルシウムが主成分のものとなるので、消しゴムの添加剤などの工業用や食品添加物、砂糖生成用除剤などに利用することも行われている。 ボレイコナの名前で鳥類の餌として供給される。柿殻は、鳥や卵核に必要なカルシウム分が豊富である。年次水位出展、総務省統計局海面漁業、生産統計調査長期類年、昭和31年平成24年。東京都では、食品として安全に流通させるために、生殖用柿を取り扱う場合、保健所長への届け出を必要とさせている。 届出を行うと、生殖用き取り扱い届け済みステッカーが交付される。同時に、大腸菌、腸炎ビブリオ、腸管出血性大腸菌、O157 など、ノロウイルス、解毒等の項目の検査と履歴の保存を指導している。また、生殖用柿が原因となる食中毒が発生した際に、速やかな調査と食中毒事故の拡大を防止する。 目的で、最取海域の表示を義務付けている。日本の2014年における夏季の水揚げ量は183,685トン。内訳は、広島県が116,672トンで、シェア約64%、宮城県が2865トンで、シェア約11%、岡山県が16,825トンで、シェア約9%、 以下兵庫県、岩手県、三重県、北海道、石川県、福岡県、長崎県、香川県、新潟県、愛媛県、京都府と広島産が全国の過半数を占める。また、同年の輸入量は14,892トンであり、輸入量の93%を韓国からのものが占めていた。日本全国の主な産地は次の通り、 これらの産地ではシーズンを迎えると観光客向けの大規模なツアーやイベントを企画したりして観光振興に一役買っている。北海道厚岸町のシングルシード、霊革を砕いたものに各一匹の妖精を付着させて育てたものの柿、柿江門、三重県の的屋柿、小村柿、渡り柿、広島県の三倍体の柿、柿小町、北海道寿都町の ことぶきカキなど各産地ごとにブランド化したカキを売り出すなど新しい動きも見られる。海外では香港郊外の竜浮山はカキの焼き物などの料理が有名な養殖地であったが近くの新の工業化によって海水の汚染がひどくなり衰退している。日本でも大正時代まで東京湾はカキの一大養殖地として著名だったが 水質の悪化によって姿を消した。中央区の日本橋柿柄町に地名として残っている。古来からの和名は、お柿の貝あるいは柿であり、密集している貝を柿取ることが語源と考えられている。植物の柿、柿とは同音だが、共通語ではアクセントの位置が異なる。柿、貝の場合は柿であり、これは柿、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 柿。 カキ等の熟語などと文字。他方、カキはキである。それぞれ太字にアクセント。例、例だけでキの意味を表し、オスの文字を用いて、カキの表記が一般的である。これは一般に会は、死由で色の異なる部分があり、白いものがオスと考えられていたのに対し、キは全身が白いことから、 お寿司会内会と誤解されたことに由来する。実際に、カキの生殖層においては、清層と卵層が入り混じっていることもあり、その区別は、肉眼では、不可能で、顕微鏡を使用しなければならない。しかし、例、例ともに常用漢字ではないため、商品名及び一名など、表記の指定がない限りは、漢字が使われることは少ない。中国語では、カキ、カキ、 ムーリーも使われるが、専門用語的であり、口語では、簡体字で、ハオが用いられる。ビンナン語や台湾語では、オーアー、台湾語がなオーアーと別の語が使われる。中国では、と表記し、台湾では、ドーンの作りを使った、という漢字表記が作成された。カキの実のような色として、生ガキ色がある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。